憎しみの連鎖、その中に巣立ち間もない三人の若者たちがいた。彼らもまた戦火をめぐり命を懸ける忍びであった。だからなんで簡単に遅刻するんだ。忍びの掟にもあるでしょ、時間は厳守すべしって。だいたい一人前の忍びなら決まりやルールをちゃんと守るのが当たり前でしょうよ。決まりだルールだ、お前はそればっかりだな。少しは慈悲の心ってもんがないのかよ。ルールや掟を破るやつは忍者としてクズ呼ばわりされる。それくらいお前も知ってんでしょ。まあ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 、二人ともやめなよ。同じチームなんだからさ。リンは甘いんだよ、オビトに。今日は俺にとっても大切な日なんだからさ。そうだよね。あ、なんだっけ。じゃ、その話をしながら目的地に進もうか。そんなわけで、今日からカカシは俺と同じ常任に就任したんだよね。そこで任務は効率を考えて、俺とカカシ班で分かれてやることにするから。何せ木の葉も今や未曾有の戦力不足だからね。っていうかオビト、この前ちゃんと話したでしょ、カカシにプレゼントあげようって。とっくに私は医療パックをあげたし、先生だって。うん、この特注クナイをあげたよ。俺とお揃いのものだけど。それでオビトは？悪い、忘れてた。まあお前のプレゼントなんて期待してなかったけど、どうせろくなもんじゃないし、役に立たないもんもらっても荷物になる。ああもう喧嘩しない。さて今回の任務について説明をするよ。まず土の国が草隠れの里を侵略侵攻してきてることは知ってるね。はい、かなりの進撃速度で火の国への到達も時間の問題だって。だから迅速に彼らの動きを止める必要がある。そこで今回の任務は、彼らの懐に潜入し、物資補給に使われているカンナビ橋という橋を破壊すること。敵の支援機能を分断するってことですね。先生は？俺は前線で直接敵を叩く、君たちの陽動にもなるからね。とりあえず今日はカカシが隊長ね。国境までは一緒に同行するけど、そこから分かれてミッションスタートだよ。はい。気づかれたか、大した奴らだ。気をつけなね、みんな。敵は20はいる。おそらく影分身の術だけどね。俺が突っ込みます、援護してください。焦っちゃダメだカカシ、やっぱり君がバックアップしなさい。先生、あなたが言ったんです。今日は俺が隊長だと。チームは隊長命令に従うのがルールでしょ先生。俺たちはカカシのフォローだよ。はい。確実に倒せばいい、ただそれだけだ。戦争中とはいえ、ガキ相手ってのは気が引けるかな。せめて苦しまずに倒してやるぜ。やっ、はっ、はっ、やっ、しかし、全部を一人でやろうと思わないこと、俺や仲間がいることを忘れないようにね。はっ、はっ、とっ、しない。やっ
援軍が来る前に全部片付けるよ。了解。ハッハッフーヤッヤッハッ今だハッ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 ヤッハッヤッフーハッ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 の忍びじゃねえ。ガキ不正という意識を改める必要があるな。ハッフッハッヤッヤッハッヤッチャーハーヤッハッハッヤッヤッハッヤッハッハッハッヤッヤッヤッシドリハッハッヤッヤッヤッほんと、数だけは多いね。昔が疲れてきているんだ。無理ない。この数を相手にしているのだから。岩の忍びを舐めるな。逃さないよ。もう君たち野郎は、まさか黄色い閃光。いや、そんなはずない。大丈夫、カカシ。援軍はないみたいだね。カカシの疲労も大きい。ひとまずここから交代して陣を取ろう。大丈夫です。何が大丈夫だ。お前が勝手に先生の言ってることも聞かず無茶するからだろ。臆病風に吹かれて何の役にも立たなかったお前なんかに言われたくないんだよ。別にそんなんじゃねえよ。今回はあれだ、ちょっと腹が痛かっただけだ。次はちゃんとやってやる。口を開けば言い訳ばかりだね、お前は。いい加減にしなさい、二人とも。君たちはこれから一丸となって任務を完遂しなくてはならない。でも今の君たちはバラバラのまま。カカシ、確かにルールや掟は大切だが、それだけが全てじゃないよ。教えたろ、状況に応じて臨機応変に対処しなきゃならない時もある。オビト、君は忍びとしての覚悟ができていない。心が弱いままだ。だから敵を前に恐怖心が先行してしまう。俺は君たちを信頼している。君たちだけで任務を成功させることができると。けど君たちが互いに協力できず、チームとして機能しなければ任務は失敗する。別れる前に言っておくよ。忍びにとって何より大切なのはチームワークだよ。いいね。胸中は渦巻いていた。正しきは何なのか、まだはっきりとは見えず、それでも出口の見えぬ戦乱を
前へ前へ。少年たちは懸命に走っていた。さて、ここからは二手に分かれる。みんな、頑張るんだよ。三！港と離れたカカシたちは、一路。目的地カンナビ橋を目指した。時に対立し、それでも協調し、彼らは進み。果たして、数日後。ついに目的地の目前まで到達した。敵地を進む三人、ただならぬ緊張感が張り詰める。そんな中、それは起こった。リン！こいつは預からせてもらう。リンに何をした？安心しろ、ただ眠っているだけだ。こいつはいろいろと使えそうなんでな。リンを返せ！カカシ、すぐに追いかけるぞ。おい、カカシ！カカシ？二人でこのまま任務を続行する。なんだと？お前何言ってんのか自分で分かってんのか。ああ、リンはどうすんだよ。リンは後回しだ。敵はこっちの作戦を知りたがってる。すぐに殺されることはない。それより問題はこっちの作戦が知れることだ。忍びなら任務遂行が絶対。それが掟だ。掟だ？今はそんなことより大切なことがあんだろう。リンはなんだ、同じ班の仲間だろう。俺やお前をずっと医療忍術で助けてくれた。ずっと俺たちを支えてくれた大切な仲間だろうが。それがリンの任務でもあった。もういい。お前と俺とは元から水と油だ。これ以上話しても時間の無駄だ。お前は何も分かっちゃいない。掟を破った奴がどうなるか。確かに忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。俺はリンを助けに行く。この女なら現実の中だ。術を解きたきゃ俺たちを倒さねえとな。だがそんなことお前にはできはしない。俺が必ず。お前一人で行くのは大したことだ。しかし度胸があったとしてもどうにもならないものがある。今のお前がまさにそうだ。お前の命はここで終わる。残念だが。まだ腕が震え上がる。くそ、恐怖は自分の弱さだ。乗り越えろオビト。
もう少しでリンを、もう少しで女を助けられるとでも思っているんじゃないか。図星か、やはり考えも行動もガキだな。お前はこの俺が貴様の時に本気を出しているとでも意外と粘れ。どうやらお前を過小評価していたようだな。遊びはその辺でやめとけよ。ああ、忍法迷彩隠れの術。俺はまだ死ね。